松尾隆松尾隆松尾隆史、1912年、明治45年7月15日から2003年、平成15年10月28日は、日本の実業家、カルビー創業者、広島県広島市出身。カルビーの前身は1905年、明治38年広島市宇治名で創業した、広島名産楽器用館製造の松尾潤格堂である。 ただこうが、幼少時代での家業は、米ぬかを中心とした、国粉製造販売を行っていた。幼少期は、比較的不自由なく生活していたが、持ち米の暴落で、父が、相場で失敗し、当時の金で1万円の莫大な借金を抱えた。さらに百二十七年、昭和二年広島第一中学校、現広島県立広島国体児高等学五年の時、 母が亡くなり、病弱で足も、不自由な父と弟を養わなくてはならなくなり、家業を始めた。1931年、昭和6年広島第一中学校を卒業。そこへ、父親が不慮の事故で死亡したため中学卒業と共に家業を継ぐことになった。家業を継いだものの、多額の借金を抱え経営は苦しい状況であった。例えば1933年、 昭和8年広島商工会議所発行。商工人名録には、項の名前は記載されていない。新たな商売として、貨物る酒造から米ぬかを調達し、飼料として農家に、売ったり砕けた小米を乗りに加工資系優先業者に販売し始める。1937年、昭和12年、松尾食料工業所を立ち上げる。太平洋戦争中は、 灰がお粉にしたものや、サツマイモのデンプンカスに小米などを入れた団子などの大養食を軍事工場や各学校に納めていた。1945年、昭和20年7月召集、同年8月福岡県北九州にいた時に、広島市に原子爆弾が投下される。当時の自宅は爆心地から約1 5トルにあったクスノ町にあり、広島には、 妻と三人の息子を残して出生したが、奇跡的に全員助かった。復員して、戦後も続いた、食糧難に対応するため、まだ死臭の漂う広島市内で、戦中時代に作っていた、大養食や、新たに鉄道層、姫昔おもぎの団子やキャラメルを作り始める。うは、戦中戦後の食糧難の中で、健康に良い,い栄養のあるお菓子を作ることを志した。 これが今日のカルビーの社名やカッパエビ先端上へと繋がっていく。原価が安くてたくさん売れるものをあれこれ考え、アメリカからの救援物資の小麦粉と車エビの餌になっていた小エビであられを作ってみた。はじめはあられを雨でくるんでいたが、ふと少年時代に大田川で取った小エビで母親が作ってくれたかき揚げが大好物だったことを思い出した。こうは小エビを取る名人だった。 砂糖を絡めるとエビの味が死ぬ。代わりに油で揚げて塩をまぶしてみたらいける。これがカッパエビ船の誕生である。1945年12月、宇治名にあった旧宇治名陸軍両松市長は土地を買い取り事務所とした。ここがカルビー発祥の地である。1949年昭和24年株式に改祖し、松尾両食工業株式会社と 社名変更。この時代、岡山に、かばや食品、山口に、甘露と地方で、アメヤが続々と登場したことに加え、朝鮮特需の影響で、販売競争は激化し、さらに当時の主要市場だった九州地方を台風被害が襲ったことから、1953年、昭和28年秋に、松尾良食工業は不渡りを出し倒産してしまった。 1955年、昭和30年新会社、カルビー製菓として再スタートする。再建者には必ず負債を返済すると宣言した上での設立だった。試行錯誤していく中で、当時配給制で値段が高かった米の代わりに、アメリカから大量に輸入されていた小麦粉を使う食品作りに転換し、その中で日本で初めて小麦あられ製造に成功。 1955年、カッパアラレ販売にこぎつけた。この名は、当時の人気漫画、カッパ天国から撮ったもので、作者で、長崎市出身の清水コントは被爆の話で、意気投合し、カッパアラレ発売時のデザインは清水が担当した。以降、タイの浜焼きアラレ、イカアラレ、カッパアラレ味大賞、カッパの一番槍など、小麦アラレシリーズ商品を10年近く、 発売し続けたもののヒット商品は生まれず、その最後の商品として発売したのが、カッパエビセンであった。こうは、小麦あられシリーズを発案していく中で、小エビが海辺で干してあるのを見てからごとすりつぶしあられに、入れることを思いつカッパあられ味大賞を発売。そして、スティック形状は、カッパの一番やり発売の際に考え出され、この二つの特徴を一つにまとめたのが、カッパエビセンであった。 1964年、昭和39年発売開始するも、当初は他の小麦あられシリーズと同様に売れなかった。地方のベンチャー企業の一つに過ぎなかったカルビーにとって、首都圏での販路拡大は大きな問題で、郝自身も東京の人は田舎の商品なんか滋賀にもかけないと思っていた。そこで、郝は米国で評判になれば、お江戸もきっと振り向くと1967年。 昭和42年ニューヨークでの国際菓子博覧会に転した。そして1968年、昭和43年、やめられない、止まらないのキャッチコピーと共に CM を開始しブランド化に成功。以降爆発的に売れ1970年、昭和45年には単品売り上げで100億円を超た。河河が次にカルビーの柱として考えていたのがポテトチップスの発売であった。 きっかけは、さきの1967年国際菓子博覧会で、訪れたニューヨークで、店頭で見た山積みのポテトチップスを見て次箱を、やってやろうと構想を温めていた。カルビー自体は100%、北海道ジャガイモで作られた、札幌ポテトや、社会現象を起こした。 仮面ライダースナックと次々とヒット商品を生み出したものの看板商品であったカッパエビセンは1971年昭和46年を境に売り上げは減少していたそうした中で1975年昭和50年6月株主総会で9月からポテトチップスをやると宣言しカルビーポトチップスを発売したがこれもまた当初は全く売れなかったそこで さきのアメリカ訪問で教わったことである商品の鮮度を押し出し、日本の歌手としては初めてのことになる製造年月日を表示した。さらに生産体制や流通システムの改革、そして藤谷美和子を起用した CM が当たり、一気に人気商品となり3年目には単品で200億円の売り上げを達成し1980年、頃にはポテトチップス全盛期を極めた。 1976年、昭和51年蘭寿法賞を受賞。三男の松尾正彦、後カルビー第三代社長によると、1976年、昭和51年ポテトチップスが売れ始めた頃から、経営のバトンタッチが始まり、法自身は日々、バレー所三昧の研究と自宅伝で現場が呆れるほどの指示を出し、息子たちが現場で、そのフォローに走り回っていた。 1987年、昭和62年長男の松尾僧に、社長の座を譲り、会長に就任した。晩年まで、製品開発に取り組んでいた。1995年、平成7年カルビーは、じゃがりこを発売するもこうは当初こんなの売れるはずが、ないと言い放っていたがそれに反して売れてしまい、じゃがりこよよいスナックを作ってやると開発を始めたのが、ジャガポックルである。 東京駒込の自宅近くで場所を借りた、通称、駒込研究所で、学者やカルビーを引退した技術者を抱き込んで進め、1999年、11年8月、頃には試作品を作っている。ただ、ジャガポックルが売れ始めを見ることは叶わなかった。2003年、平成15年10月28日、東京都目黒区内の病院で死去。91歳没。 1970年頃、カルビーが、スポンサーになれるいい作品はないかと、同郷で、広島市中の後輩だった、東映上部、岡田修後の自動車社長を訪ねると、岡田から、仮面ライダー、1971年4月放送開始、毎日放送、ネットテレビ系列を進められ、同番組のスポンサーとなった。カルビーの手掛けた仮面ライダースナックは、社会現象になった。 また1983年、当時71歳の時、おしん、NHK 連続テレビ小説の放送が始まると、おしんさんを見てますとね、自分が商売を始めた頃の苦労を思い出しまして、自分の反省と重なって涙止まらないと、おしんさんと継承をつけるほど惚れ込み、あやこちゃんを我が社のコマーシャルにと絶望した。これも、おしん役の小林あやこが、東映に所属していたため、 岡田投映社長との関係で契約がトントン表紙に進み、小林の CM 初出演がカルビー、カッパエビゼンに決まった。当時松尾は全息の悪化で入院していて、カルビーとの契約が決まった小林が病院に見舞いに訪れた。松尾が色紙にサインを頼んだら、小林は床にペタッと正座して、お修士のように名前を書いてくれた。感動的な初代面はカラー写真付きで、 カルビーの社内法のトップを飾った小林のカッパエビセン CM は食事編がお新放送中の1983年夏からオンエアされその後星空編も制作されている松尾隆の電気や回送録は出ていない楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください